三代目、中村松江の潮組小富士。天保三年九月、大阪各の芝居、雪平磯成松より、春梅祭北映画。二代目、中村富十郎とは、江戸時代後期の小山役者。拝名は、三考、慶子、矢後は、天皇寺や、八幡屋、大阪生まれ。はじめ市川神之助の門人となり、市川熊太郎と、名乗り子供芝居に出る。 文化5年に、神之助が死去、文化9年に三代目、中村歌右衛門の門人となる。同年11月、中村三考と改名し大阪中の芝居に出た。翌年江戸に下り、同年11月、中村座で三代目、中村松江を襲名。以後、江戸や上方の舞台に出る。天保4年正月、大阪で二代目、中村富十郎を襲名する。翌天保5年には、 役者として、総関東大城上基地の位に上る。天保14年、贅沢禁止令に触れ、大阪より追放されたが、その後も慶や江戸の舞台で活躍した。去年70。時代物と世話物お金、ね、娘役と形成役を得意とした。大阪の南波に住んでいたところから、南波の太夫と呼ばれた。なお初代富十郎とは、血縁や門流の上で全く関わりはない。 ありがとうございます。